くすぐったい。あれ、舐められても別に怖くない。進んだ。この年になって一歩進めるとは思ってなかった。ご苦労ちゃまでちゅ。なんか嬉しそうでちゅね。ええ、さっきからニヤニヤして気持ち悪いでちゅ。まあそれは冗談として、何かあったんでちゅか。それが嬉しいことなんでちゅか。なんだかんだ言ってカズサちゃんを心配してるんでちゅね。そういうことにしておきまちゅよ。ではおやすみになっちゃいまち。旦那からも言ってよ。井上先生、トイレにまでついてくるんだよ。疲れるのはいいんだけど、まだ一歩踏み出したばかりの私にはちょっとね。え、井上先生って女だったの？初耳。そうなの。む、子供かな。私の方が年上っぽいけど。まあ、そういうことにしときましょう。あ、朝食作らなくちゃ。じゃあだな、食堂で行こう、井上先生。Thank you.
ご主人様、ご主人様に逃げて助かる。ありがとう。わかんない。よくは覚えてないんだけど、すごく怖かった気がする。仕事をサボってた罰が当たったかな。なんだ、旦那もじゃん。ここは素直に戻った方がいいんじゃない？所長！私も仕事に戻ります。のでちか？
何を謝ってるのでちゅか。早く仕事してくだちゃい。ちょっと失礼しまちゅね。霧島さんに怒られた？うわ、逆に怖いね、それは。あ、何それ、何それ。おはよう、旦那。大丈夫？
んか井上先生元気がないみたいで小屋から出てこないんだ。うん、朝食もあんまり食べなかったみたい。ちょっと心配なんだよね。おはようございまちゅ。